松平幸福は、江戸時代中期の大名、老中老中主座。はじめ5万400国だったが加増され6万、余り意となる。岩見国浜田藩主、下佐国古賀藩主、三河国岡崎藩主を経て再び、浜田藩主。松井松平家六代。創社版、寺社奉行、大阪城代を経て、老中に抜擢された。先代の浜田藩主。 松平康豊の長男として誕生。原文元年に家督を相続する。寛猿2年に総社番に任命されたのを振り出しとして、法暦9年には寺社奉行兼任となり、下佐古川に違法された。法暦10年に大阪城代に任命され、法暦12年9月開日に三河岡崎に違法され、12月には西の丸老中に任命された。天明元年、 老中主座、松平明高が在任中に死去し、その後を襲って老中主座となる。それまで勝手係は老中主座が兼務する不分率があったが、田沼沖継ぐの強い意向で勝手係は、同列の水野ただともに回された。その埋め合わせとして、天命五年、一万国数をされる。放置は、浜田から子が、岡崎、再び、浜田と、 一代で国替えを数度経験する。この間、娘を置き継ぐの着難を置きともにがせている。天明六年の置き継ぐ失脚後も、松平定信の老中就任や完成の改革に最後まで抵抗したが、天明八年四月三日に免職された。その後、重廷の皇帝に家督を譲って隠居し、完成元年二月八日に死去した。ありがとうございます。